もう今回、えー、今週の初めに GTC24 ということで、NVIDIA の非常に大きなあの発表がございました。b 百という。GTC っていうのは何の,何の名前ですかカ,カンファレンスの名前ですかあそうですね。NVIDIA があの<あ>主催する、はい、カンファレンスの名前でございまして、年2回、えー、行われますけれども、はい、ここで今回非常に大きなハードウェアのアップデートこれまで H100 と。 言われていた GPU のアーキテクチャから、はい、えー最新の B100 といわゆるブラックウェルという世代のものが発表になりました。まだあの市販されてくるのはまだあの結構先になりますけれども、今年の年末とかになってきますけれども、あの今回の B100 の発表を見てですね、おそらく相当数の生成 AI 用の特にインファランスの 企業様は多かったと思うんですが、企業やプロジェクトというのが、まあ、開発を中断せざるを得ない、あるいはキャンセルせざるを得ないというぐらいあの圧倒的なものでございました。んでですかどういうことですかあの、えー、っと、性能がですね、まあ、非常に大きく高められて、<ー>価格はちえ置きぐらいの感じなんですけれども。ももう今やってるプロジェクトがもう全部 無駄になってしまうぐらい次のやつを、そうですね。非常に大きな、えー、性能の引き上げというのがなされたああ、そうですか。それはちょっとすごいですね。エ<ー>1 0 0が無駄になる無駄にはならないんですけれども、<laughs> あの当然、同じような価格で B100 が出てくるということになりますと、これほど次がすごいということなんですね。そうですね。はい。 でまあ、大きな変更点というのが、あのこれまで NVIDIA は、ね、GPGPU のところはモノリシックの非常に巨大な台を1個だけ使っていて、その周辺に HBM を配置してきたんですが、AMD が先んじて、えー、メインの GPU の台を2つ、デュアル台で、えー、接続して、その周りに8個の HBM を置くとものを。 MI300, MI300X ということで発表しておりました。で今回、NVIDIA の d 1 0 0もそれに習った形で、えー、同じような構成になっているということではあるのですが、えー、さすが NVIDIA というところはですね、今回その半導体の、えー、パッケージのところ、もちろん c o r という技術を使って、TSMC の c o r というパッケージング技術を使ってやってるわけですが、えー、その中にまず詰め込めるだけ詰め込んで、 大と大の通信の速度も HBI とから呼んでたかと思いますが、1 0 t b ンドという非常に高速な帯域を保持しつつ、今度はパッケージ時間の通信は n v リンクというものがあったわけですが、これも最新の世代になって、いきなり1 8 t b ンドという帯域まで引き上げられています。で 今度そのパッケージを2つと CPU と組み合わせて、えー、g b 1 0 0という、まあ、あのプロセッシングノードができるわけですがこれを水冷で、えーまあ、冷却を水冷にすることによって1つのラックに18ノードを詰め込むという、まあ、かなりの表<ー>ざに近いと思うんですがそういうところまでやってきているとそれから、えー、ネットワーク関係もですね え、そのスイッチのチップも刷新されまして、簡単に言いますと、その B100 の世代に合わせて、あらゆる技術が全部刷新された結果、トータルのスーパーポッドと言われるようなラック製品、それからその、これを組み合わせた、外大掛かりなサーバーのシステム、これがもうトータルで非常に性能が最適化されたものになってきていると。 いうことで、あの、一般の生成の AI 用のインフランスチップを開発しましょう。あるいはトレーニングチップを開発しましょうと言ってる人たちにとってはですね、ここまでやられたらちょっと手間が出ないなというぐらいのがあるですし <laughs>。あの、水冷っていうのは、なんかチップに、チップの中に。中を、けですか？<laughs> ね、管であの引きますと。 そこを水ちゃんと設計して流すようにしてくださいと。 いう形なんです相当細い管でいっぱい圧力かけないと、通っていかかない感じですかね <laughs> そうですね、あの管の中を液体を通しますと、圧力損失というのが必ず生じまして、当然、管の径というのはあの数ミリの差しかございませんので、<ー>流せる量はかなり限りがあるんですけれども、で今回あの、B100 に関しては一つの GPGPU で1 0 0 0トと言われているんですが、実際は1 2 0 0トぐらいなんだろうと。 いう話もあります、うんえー、GB200 という GPGPU2 個と、えー、CPU の組み合わせはあ少なくとも 2700W、ほとんど 3000W 級になってくるんですが、これまでのちょっと前の空冷のタワーサーバーラック1台が1つのブレードサーバーに、まあ、熱量的にはその詰め込まれてしまうぐらい高密度の熱量になっているという状況ですね。うん これを見てですね、一つ非常に大きく感じるところがあったのが、NVIDIA が Apple 化してきてるなと。え、どういうことですか <laughs> あのこれまで NVIDIA というと、GPU のグラフィックスカード、GPU 含めなんですが、これを主に展開する会社であったところから、100の世代からもそうでしたけれども、DGX と。 言われるような形でシステムでも提供するようになりました。で、今回ですね、うん、その冷却も水冷にしたことによって、サーバーの、まあ、タワーサーバー全体がもう一つのパッケージングになっています。あ<ー>で、デルとかヒューレットパッカードとか、あるいはそのレノボとかという会社が、独自のデザインをそこに新たに、えー、加えていくことがも非常に難しくなって。 あのもう囲い込みに完全にハードウェアの囲い込みが進んでいるのガーファムにしても NVIDIA の GPGP を使う限りにおいては、タワーサーバーごと NVIDIA からも調達するのが一番あの確実で、多分 NVIDIA もそこに価格戦略も含めて、それが経済合理性が一番いい形で出してくるとするとですね。はいはい もうアップルと同じように、そのハードウェアの垂直統合がどん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 進んでくると。<ー>加えて、今回ですね、NVIDIA はソフトウェアの方まで大きく手繰りをいたしましたんなんか、AI の論文化なんかも出してたりして、かなり手広くやりだしたなとそうですね。で、NIM という NVIDIA インファランスマイクロサービスっていうのを立ち上げまして、 でこれはあの、もういろんなインファランスモデルをあらかじめ、そのハードウェアとセットで用意をしておきますと。で、あの、医療系でまず20、20個のインファランスのいろんなアプリケーションも、あの、早速提供され始めたということでございますが、いろんな領域で、ソフトウェアも NVIDIA が全部提供していきますと。お<ー>これは多分そのうち App Store と同じようなことになるんじゃないかなと。<laughs> ちょうどあれですね、最近ニュース出てましたね。あの、アメリカの司法局が、 あのアップルを提訴したというようなあああの独占禁止法、ハントラスト法でと、だ結局、何かを、ね、あ抑えて、企業が巨大化すると、えっと、周辺も全部抑えようとして、さらに巨大化していく。あと、他の GPU に対してクーダを使うなよみたいなことも言ってましたね。 そうです、そうです。だからそれは確かに Apple かっていうのは上手い言い方だという感じはしますね。まあ、あの、B100 自体が非常にあの今回のパフォーマンスリープが大きかったことに加えて、そのハードウェアの垂直統合がどんどん進んで、囲い込みが進んでいくと。 ということになると、今でも NVIDIA の河川状態というのはあの非常に高い市場占有率なわけなんですが、あはい、まあこれがさらに、えー、極端に進んでいくのかなという印象も、すみません、GPU, GPU 自体の,そのパッケージの大きさというのは、H100 から変わってないんですかないや、変わってます。あのこれは TSMC 社のコア数が進化した分ですね、一回りというよりは二回りぐらい。 大きくなってやっぱり大きくなったんです。冷やすの心配なくなると大きくできるみたいなこともあるってことです。ねそれ冷やす方が関係ないんですかまたちょっと別な。ああ、そうですか。作る方の技術ででかくできたってことですな。ただ逆に、ここから先、実は次に X100 というのが予定されていたりするわけなんですが、ちょっとエヌビディアはですね、これまでのような速度では、 GPGP、えー、の性能を上げにくくもなってしまうかなと。えー、まさにここから先は TSMC のコアースのパッケージサイズの制約の中で、えー、縛られてしまう。あのー、比較的これまで NVIDIA はですね、保守的に、えー、その時に活用可能な、えーまあ、半導体のプロセスノードもそうですし、えー、コア r スのパッケージングサイズもそうですし、えー、HBM の世代、 えもそうなんですけれども、えー、あるいは大官通信の待機もそうなんですが、必ずしも最先端のものを取り上げてこなかったんですね。うん、まあこれはあのー、いろんな理由があるんだと思いますけれども、従ってまだ次の世代で性能を相当上げる余地というのが残ってたと思うんですが、うん、今回ある意味でコア r のパッケージサイズに関しては、向こう2、3年 これ以上、ちょっと大きくできないんではないかというところまで、目いっぱい広げてしまああ最先端を採用してしまったから、しばらく伸びしろがないぞっていう感じですかね。はいで。あとはですね、その今、N4 という TSMC 社の4ナノメートルのプロセス、まあ、4ナノという、うんあの、静かにはなってますが、事実上5ナノ世代のプロセスになってるんですが、すこれが N3、3ナノメートルの世代までは行くんですが。ああ今、最先端2ナノですよね。 あ2ナノはまだ誰も量産できてなくて。量産できたんですか。だけど、プロセスルール,ル,ル、あの先々は0.7ナノまでやるぞって言ってますよね。はい、だからそ、そこでまた集積度を上げるっていう方向の進化の可能性はあるんですか、ね、あるんですけれども、ね、実は5ナノから3ナのに行くときに、7ナノから5ナノに進んだほど、うん、トランジスタの集積度も上げられてないんですね。あそんなもんですか。すからからはい あの<で>5ナのから3ナの今の N4 と、うんえー、N3 に次の X 訳でいったとしても、うん、これまでのようにはトランジスタの収積度上がらず、クロックもそれほど上げられず、消費電力効率もそんなに上がらないということで。うん、そんなもんなんですか。で、なんか、ぶどう割り悪くなって値段も上がりみたいなのがあったら、あんまり嬉しくないですね。<laughs> そうですね。あの、実はその通りで、パフォーマンス的なこれから、えー、上乗せがすごく難しくなるところには入ってしまっているから。<laughs> あのえっと、この B100 は量産はまだまだ今年末ぐらいになるっていうけど、あの試作品みたいなのもできてて、ちゃんと動いてるってことですょ国のビデオの社内ではあの、はい、動いているものがあって、うんえー、各社の大手のところには、動いてるサンプルが確実に届いてると思いますけれども、うん、一般に市場に出てくるのは今年の年末ぐらい。 えメタ社とかなんかも H100 を20万個ぐらい今年中に買うぞって言ったんだけどやっぱり待ってよとか言うんですかねそジェンソンがこれも言ってるんですけれども、えー、H100 の需要はまだまだ旺盛で2ヶ月<ー>前にはその大手には H100 が出ると。 すみません。b 1が出るというアナウンスが、スペックも全部出てたんですが、それとも各社 H100 ああ、そうか、早く欲しいからってことで。ああ、そうか、売れなくなって困るってことはないんですって。値段も高いんですよ。300万ぐらい。3万ドルくらいをモデルというふうに言ってまして、H100 からそれほど上がっているわけではないというところで。当面ね、各社取り合いですよね。あの、ほぼ来年分はもう、 僕に売り切れてるという話も。どこが勝ったのかな何どれくらいのグッズ g a はなり、えー、テ,テスラなりはあもう全部買っていると予約を入れてると思いますし。はいうん、NVIDIA は日本に対しても日本も LLM 開発すべきだよとか言ったみたいだけど、だったら GPU を持ってくれよってい言い返したくなりますよね。そうですね。 なるほど。結構重要なニュースですね。注目していきたいというふうに思います。はい、ありがとうございました。はい